トンリオ夫妻がモデルデビューしました、はい、すごないマジで。おいおい、じゃあさ、はい、潜入するしかないじゃん。解釈です。さあ今日なんですけども、矢作さんですね、はいはい、ちょっとびっくりするよな、うん、今回ちょっと急遽カメラをちょっと回してるんですけども、はい、なんとですね、うん、トンリオ夫妻がモデルデビューします、はい、びっくりしたな、すげえ。これ実はもうトンボが教えてくれてな、はい、いやカジさんちょっと聞いてくださいとんでもない仕事が決まりましたよ言ってそんなんやってなかった、やってたよ。いやもうびっくりして、聞いたら犬用コラーゲンサプリのタータ特設サイトで掲載されるんですって。他にもモデルさん、プロのモデルさんとかいる中で、その中でトンリオ夫妻が犬用だからコロッケと一緒にやる。うわー、すごないマジで。おいおい、じゃあさ、はい、潜入するしかないっていう話ですよ。そりゃそうですよ。もちろんトンボには言っておりません、はい、ただやっぱりリオちゃんには言いました、うん、リオちゃん協力してくれる、はい、言ったらもちろん楽しそうですねって協力してくれると、はい、あと先方さんも撮影陣の先方さんにも伝えてやる、うん、だから知らないのはトンボだけなのよ。だからこれ潜入ドッキリってことですよね、まあ、潜入ドッキリやな。それで言うと、いやこれだからちょっとやっていきましょうよ、うん、ただやっぱり普通にね、はい、潜入しても、はい、ちょっと芸がないというか、まあ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 、あれなので、はい、裏テーマでできるだけバレないようにするけど、はい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 、だからちょっと変装しようかなと思って、はい、今回、はい、実は用意してるんですよ、はい、これなんですよ。いやちょバレるバレる。大作くん、え、声がめちゃくちゃ聞き取りづらいですね。確かに。え、声聞こえない？かろうじて聞こえるんですけど、うんうん、だいぶこもるっていうのと、うん、ベタってんすよ。え、でも俺って分かるの？いや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 、分かるのよ。顔から下カジサックって書いてあるから。下着替えないですもんね。下着替えない。いつもより目立ってんすよ、じゃあ。ちゃうねん。はい。俺こういうのしたかったやん。やばいじゃん。近寄ってくんな。これちょっと楽しない？いや、ちょっとおもろいですね、でも。これちょっとやってみたいねんな、俺。ひょっこりひょっこり現れてる、これで。じゃあトンボはどんなリアクションするのかなって楽しみじゃない？確かに。そうなんですよ。もしパッて、うん、バレた時にトンボさんどんなリアクションすると思います？髪の毛バーン生えると思う。ダーン生えて、ちょっと何やってんすかーってやると思う。結ぶな。勘弁してくださいよーってやると思う。ちょっと楽しいやん、たまには。そうですね、まあ 100% バレると思うんだけど。はい、まあトンボがどんなリアクションするかっていうのと、うん、あと単純にどんな感じで撮影してんのかとかさ、確かにどんな写真が出来上がんのかとかさ。だってもうコロッケもリオちゃんもカジサクファミリーですからね。いやそうですよ、喜ばしいことでございます、うん、そしてちなみに明日なんですよ、はい、トンボさんが、うん、あの撮影するのが、いろいろ考えた結果、はい、中野くん、はい、明日中野くんについていってもらいます、はい、でこれはトンボにも伝えてます。これどうしてかっていうと、理由がカジサクでガチサクの楽屋っていうアプリあるじゃないですか、はい、そちらの方でいろんなことをコンテンツをね用意してるんですけども、そこで使う写真を載せるから、うん、中野くんちょっとついていってって伝えてます。うまい。で中野くんがその隠しカメラをね、あの安武と僕が先に行ってね、はい、仕掛けとくんで、はい、そスイッチ押してほしいのよ、はい、これで多分大丈夫じゃないかなっていう感じでございます、はい、まあなんかハッピー企画ですよ。そうですね、そうそう、あとはトンボさんがどんなリアクションしてくれるか。リアルに言うと、はい、なんすかそれぐらいやろな。やだな、リアルに言わないで。ちょっとわかんないですけど、まあ楽しい企画になりますんで、はい、行きましょうか、じゃあ、はい、というわけで本日もお願いします。おはようござい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 ます。楽しみ、すいません、よろしくお願いします。セッティングまでちょっと座ってすみません。どうなの中野くん。楽しみですね。楽しみだよ。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、嬉しいわ。緊張するね。ちょっと、僕とリオちゃんのファッションにも注目してもらって。そういう感じで。ありがとうございます。練りに練って、はい、練りに練ってました。色味を合わせようという。はい、これちょっとあの中野が泥棒するかもしれないんで。やばいやばい、手癖が悪いな。はい、もう始まります。奥
ケーですかね。オッケーです。さあ安武さん、はい、本番当日ですよ。はい、来ましたね。もう中野くんが多分うまくやってくれてるから、はい、まあ、できるだけバレないようにやから。そうですね、まあ、この子がなんとかと思うねんけどまあまあバレるよ。まあね、どんなリアクションしてくれるかみたいなとこがあるから。確かに。ああちょっと突撃潜入みたいな形になると思いますけども、はい、早速じゃあ行きますか。行きましょう。行きましょう。気づいてほしいんだけど。行こう。行っちゃいますもん。行っちゃうか。もう恥ずかしいでしょ。もう恥ずかしくない。どうですか。どこまで行けるか言ってました。ちょっと。とんでもない劇じゃないですか。どうなったの。かわいい。お、来た。チーム会社作のやな、お前な、とんでもない、お前こんな素晴らしい仕事やってる。ちょっと待ってください。あ、何これ。これ何、何がや、これ何のことなんですか。バラエティーや。バラエティーすな。バラエティーをすな。全然気づかへんねんもん。いつからいました。結構いたよ。俺リオちゃんと二人で写真撮ってる時、俺もここで写真のポーズ撮ってた。知ってた。知ってたんか。そうなんです。実は撮影スタッフさんたちもみんな知ってます。知ってたんすか。来るってこと。マジっすか。そうなのよ。嘘でしょ。潜入でございます。ちょっと待って、いつまでかぶってんの。誰なんですかこれは。ちなみにえ、誰なんですかって言った。うん、実家カメラ止めて。
熱いねんこれ。びっくりした。あざあざびっくりした。言ってよ。言ったら面白くないじゃないか。そうだそうだ、面白くするな。リオちゃんありがとうございます今回。すいませんスタッフさんありがとうございます。すいません撮影中なのにね。すいません。いやさ、こんなさ、お前俺も教えてくれたよ。いや言いましたよ。そう、実はねこれ裏では話してたんが、ああ小部屋で回そう言うてたんですよ、ね、そう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 。そうで、それを一回バラシにしようって、そうやめようっつって、うん、あのドッキリするための不利やったじゃん俺だって、うん、言いましたよ。もうその小部屋の撮影をね、うん、するかもってことをそうそうそうお伝えしてたんですけど、うん、もうちょっとすみませんけど、うん、あの撮影なくなったんで、うん、って言いましたけれども、うんうん、そうよ、知ってました。お前共犯やったんか。クビにしてください。そうです、リオちゃんとコロッケだけで十分やと思います。そんなやでもやっぱりすごいよね。嬉しいっすわ。嬉しいよな。見てください。かわいいなコロッケ、よかったな。びっくりした、やべえやつ来たと思ったやつ。これはやべえよな。やべえやつ。ちょっとこんな晴れ舞台からせっかくやったらさ、ちょっと動画でさせていただいて。わあ嬉しい。本当にどんな雰囲気で出るのかも見たいし、うん、マジっすか。こっからちょっと単純に軽く見せてよ。あ、嬉しいです、うん、ちょっと今すごいいい感じで撮れてたの、ちょっと見ていい、見てください。うわっ、え、うわ、マジかこれ。これですよ。めっちゃいい。ちょっとでも俺ね、え、どうしました。素晴らしいです、とてもとても素晴らしいんですけど、いいですよね。一個ちょっと、なんて言うんだろうな、インパクトが欲しいかなと思います。いますね、こういうなんか自然体がいいけどな。正直、リオちゃんコロッケは100点、うん、いや、まあまあまあ、そうですね。ちょっとトンボが、うん、薄いな、なんか薄い薄いかな、追いついてない。そう、リオちゃんとコロッケの輝きに追いついてない。いやまあまあ、それはまあそうかもしれない。別にいいと思うんですけどね、これなんかお似合いの感じで。いやちょっとちゃうな、多分ね、プロの方も言いづらいから言ってないだけで、あの方も薄いって思ってる。これ間違いないね。そんなこと思ってたんですか、うん、でも言わないですよ、プロだから。いやでも盛り上げる嫌な気分になるやん。確かに確かに、うん、でもはっきり言うわ、2人の声で聞いて、うん、薄い。薄いっすね。ちょ、薄いよな。薄いっすよ。薄い、薄めなのよ、はい。マジっすか、うん、ちょっと薄いっすね。じゃあどうすりゃいいのよ。だってもう無理やんか。だってこれ、だってこれやな。ああ、多分これでだいぶ確かにね。ほらグッグッ。ほらやっぱプロの人はこれでちょうど追いつくか、もしくはまだ薄いかもしれない。これ取ってみてよ。それは俺はいけると思ってる、うんうん、取ってみてなんとか追いつくかなっていうぐらい。でもひょっとしたら追い抜くかもしれないけど。追いつかじゃあ立ちすぎてるってこと。そう、だからその場合はもう一個買ってくるから。じゃあじゃあそれリオちゃんもこれ買う、リオちゃんもこれ買う、どんな写真が出来上がるんですか。これでだいぶ良くなるとは思うのよ。一回じゃあ、うん、でこっち向いて、あーいいね、すごくいいかもしれない。あ、いいね、いい、すごくいい。これで一回ちょっと写真撮ってもらってもいいですか。すいません、これ怖いな、ごめんな。よしよしよし、これで一回見てみて。ちょっとだいぶいいですね。いいですか。じゃあ立ったまま行きましょうか。はい。あ、いいっす、いいっす。ちょっと立ったバージョンと、はい、今はい、やっぱりリオちゃんの輝かしさがやばいな。ちょっと座りもいただいてもいいですか。座りましょうか。あ、ちょっと待って、ちょっと直してあります。はい、お願いします。これ進めた方がいいですよね。そうです、ちょっと直してあります。今ちょっと座りたくて、あのね、髪の毛が真ん中にいっちゃってるからで、角度こうだから。はい、はい、あ、いいです、あ、いいですね、すごいいいです。はい、行きましょう。はい、行きます。はい、はい、どうだ。はい、行きます。はい、はい、これいいんじゃないかな。はい。いい、いい、はい、いい、はい、OK です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとチェックいきましょう。チェックお願いします。よし、チェックしよう。かなりいいと思う。ちょっとね、写真によっては吉原氏はあるんだけど、ね、
うん、状況的にはどうかな、ちょっと一回本人チェックしてもらって、何何何ちょっとすいません、ちょっとお時間なんて何なんやねん、ダメでしょあんなの。何がダメやねん。ダメでしょうが。ちゃんと見た。ちゃんと見ましたよ。タチのやつ見て、タチのやつ見ました俺これマジでいいと思うわ。違う、これもうだいぶ切れてるから。リュウはもうもうカメラさんもろともいじっとるやないかい。さあ若干気になるのがもう一回ちょっと戻してもらっていいですか。うん、なるほどね。うん、何がすか。ちょっとまだ薄いかもしれんな。どういうことなのこれで薄いって。脱いじゃう。もう服って何ですか。え、服って何ですか。いや服を違う、全部脱いで、はい、これだけだったら俺多分だいぶ犬用コラーゲンサプリの写真なんですよ。どっちかって言ったらコロッケが主役なみたいな。隣でこれかぶって裸のおっさんが立ってるってどういう状況なの。ちゃんと修正する。修正ってどうする。いや、そのもちろんモザイクもかけるし、はい、あのちゃんと見えないようにする。全裸って言ってんの。え、そうですよね。はい、ダメですよ。じゃ あの言った方がいいんですよ。その何でもかんでもあのオッケーですみたいなのを言わないとダメなんですよ。修正が入るわ。修正そうっすよ。そうっすよ。修正入れますもん。だからじゃあかっこよくおしゃれでっていうことでやってるんですよ。普通に、はい、さっきの、うん、本当にいい雰囲気の夫婦の写真で行くか、うん、こっちで行くかはリオちゃんが決めてほしいな、うん、俺は。そんなん答え一択ですよ。リオちゃん言ったやれよ。これでいきます。バカバカ。いい子供コロッケ、コロッケいい子供よ。うわ素敵マジで。めっちゃいい写真。チャンネルが始まった時から未来誰が予想したよ。本当っすね。かわいいコロッケ上手マジで。モデル犬じゃん。はい。うわすごい。かわいい。めっちゃええ写真やな。うん。ちょなんかすげえさ、トンボがさ、なんかメガネ曇るとか言って。何してんの。何してんの。ちょっとなんか湿度高いですね。いや全然高くないと思うけど。お前目で呼吸するタイプなの。めっちゃメガネ曇ってくるんですよ。マスクもしてないのにね。メガネ曇ってると面白いですよ。いや、面白いメガネですよ。はい、うーん、素敵、はい、マジで素敵、はい、最高っすね。はい。お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。いやー、どうでしたか。いや、本当に嬉しかったです。もう感激しました。感激。はい、あ、写真もめちゃくちゃ素晴らしかったからね。だったですよ。もうあのね、家族写真を撮りたいねってずっと話してたんで、うん、今回こんな素敵な形でプロのカメラマンさんに撮ってもらって、こういう機会を与えていただいた、本当にもう出てけよ。スタッフさんとかでよかったよ。お前の悪い癖で困った時本当にいいやつだよ。本当に、本当に感謝だな。スタッフさんに本当に感謝です。本当にありがとうございます。本当に皆様ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、そしてリオちゃんいかがでしたか。ものすごく楽しかったし嬉しかったです。うん、コロッケも可愛く写ってて、うん、多分お花どんどん来ちゃうかも。来たね、嫁。すごい好きだね。かわいい。ちょっと今ですね、はい、びっくりしてたんやけど、はい、急遽、はい、なんか家事作も入りませんかみたいな、
じゃ本当にいいんですか。はい、ぜひお願いします。マジっすか。いや、ありがたい。いいの。いや、嬉しいっすよ。マジ。まあ、むしろこっちは嬉しいですよ。そうかで、捨てろよ、これ。なんでやねん、お前。いらないですよ、それ。中野君、横浜まで買いに行った。横浜まで買いに行ったの。そうやんか。いらないよ、そんなの。誰かわからんじゃないですか。通販でね。面白いな、うん。横浜で通販した。送られてきたんや。東京都内売ってなかったよ。あ、そうなんすね。中華街のイメージあるな、横浜やから。なんで中華街のイメージのやつをわざわざ買ったんですか。俺今回中華にこだわりたかった。関係ないやないか。キングダムにハマってんねん。関係ないやないか、コロッケ。脱いでいただいて、後ろに。あ、いいですね。いきますよ。はい。はい。ってるから、ほら、すげえいい感じ。ああ、いい、いい、はいはいはい、いい感じやろ、はい、あれ、あれ、コロッケ、はい、コロッケ、ちょっと、そう、やってんな。コロッケのこと無視してるやん。これに関しては、あの人が悪いから。あの人じゃないから、本当に。イチローじゃないですか。イチローさんやんないでください。本当マジかよ。もうはい、前に前に出るはい、前行きます。はいはい、映り込んじゃないですか。あ、そうです、はい、おかしいよな。おかしいよな。ええ感じで撮れてんじゃない。いいよ、撮れたんじゃないですか。撮れましたか。うん、どんどん、うん、うん、もうリュウちゃん影、うん、ああ、うん、結果これ最後使います。コロッケも映っとらんのよ、だから。もうこれお任せする。俺知らないもん。そうですね、そうですね。この感じ大丈夫ですか。はい、いや、嬉しい、嬉しい。改めましょう、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。